エプロン筋肉プラモデル YouTuber の宮田です。さて今回作っていくプラモデルがこちら。ニューガンダムじゃねえ、こちらでございます。ガンダムサイド F 福岡にあります限定品のプラモデルでございます。リアルグレード RX93FF ニューガンダムです。いやー、福岡にね、行ってきてね、買ってきたんですよ。なんて嘘嘘。今度は別の友人の知り合いの方からまたまた作成依頼をいただきまして、作成依頼シリーズ第2弾になります。いつの間にかシリーズしています。いつの間にかシリーズ化しております。そして今回の依頼内容なんですけれども、メタリックでギラギラに塗装してほしいということで、今回はこちらの福岡ニューガンダムの方をメタリックでギラギラに塗装していこうと思います。それでは早速作っていきましょう。昇竜拳。よし。でっか。レッツ開封。箱の割には中身スカスカだな。これがランナーの表なんですけど、ここのランナーたちほぼ使わないっていうね。この灰色の部分全部使わないっていうね。さすがニューガンダムの流用。ランナー数は全22なんですけど、元のキットリアルグレードニューガンダムの流用してる部分もあるので、使わないパーツが結構あるので、ランナーするの割には結構作りやすいんじゃないかなと思います。それでは早速まずは仮組みからしていきましょう。それでは仮組みをしていきます。まずはニッパーでランナーから切り離したら、片はニッパーでランナー跡をきれいに切り取ります。その後は600番のヤスリで表面を整えていきます。シールなど大きいパーツはヒケと呼ばれる成形後の温度変化でできてしまう線、これを3000番のスポンジヤスリで綺麗にしていきます。どうでしょうか、ヒケがなくなっていますかね。どうもガンダムマイスターの宮田です。あとはひたすら表面処理をするだけです。私の動画を見てる皆様がわかるでしょう、この後はどういう編集でやっていくのか。さあ行っていきましょう。トランザム。仮組み完了です。キットの感想としてはめちゃめちゃかっこいいです。初めて福岡ニューガンダムが発表された時は、この背中のでかい武器なんやねんとか思いましたが、作ってみるとニューガンダムで黒部分だったところが青や紫配色になっていて、また違ったニューガンダムでいい感じでございます。ではこの福岡ニューガンダムをメタリックで仕上げていきます。塗装工程です。まずは下地塗装です。ミスターサーフェイサー1200で塗面を整えて食い付きを良くしていきましょう。はい、塗料を入れていきます。これは関節部分の下地として塗っていきます。関節部分はガンメタルで、関節部分以外の下地はサーフェイサーエボガンメタ、トリコロールカラーの全てのパーツに塗っていきます。アンテナなど黄色は GX メタリックイエロー、ロングフィンファンネルなど赤は GX メタルレッド、紫部分は GX メタルバイオレットと GX メタルダークブルーを混ぜた色で、青部分は GX メタルダークブルー、バックパックの黒部分は GX メタルブラックで全てのパーツに塗っていきます。白部分は GX ホワイトシルバー、このシルバー結構発色が良くてですね、ミヤドヤ的にはお気に入りでございます。ここでメタリック塗装の下地についてちょこっとお話ししていこうと思います。今回関節部の下地色はグレー、赤、青などはメタル色を使用しています。向かって左側が下地にメタル色を使用したガンダム、向かって右側が下地にグレーを使用したガンダムになります。
左側の下地メタルの方がメタリック感が出ているかと思います。特に光に当てた時に違いが如実に出てくるので、皆さんも参考にしたりしなかったりしてください。では本編に戻ります。にゃ部分塗装です。エナメル塗料ブラックで頭部ツインアイ周辺の黒部分を塗っていきます。ツインアイは付属のシールを使用していきます。はい、こんな感じ。デカールです。リアルグレードお得意の膨大な量のリアルスティックデカール、そして一部は水転写デカールが付属していました。デカールを水に浸してマークソフターを垂らしてデカール着地、濡らした綿棒で水分をかき出してあげてデカール貼りは完了です。こちらのデカールは貼ると見た目が悪くなりそうだったので、一部デカールは貼らずに金塗装で質感を合わせています。デカールを貼った後はトップコートです。スーパークリア3で全てのパーツに拭いていきます。薄め液にはレベリング薄め液を使用して光沢感をさらに良くしていきましょう。最後に墨入れです。墨入れ塗料ピンクブラウンで入れていきます。全ての工程が完了したので最後の組み立てです。この後はアーケードゲーム機動戦士ガンダムエクストリームバーサス2クロスブーストと合わせた完成動画です。どうぞ。いかがでしたでしょうか。今回は RX93FF ニューガンダムの方をメタリックで全塗装してみました。下地によってですね、かなりメタリック塗装の印象が変わるので、皆さんも参考にしたりしなかったりしてみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。